タイさん、おはようございます。モークさん、おはようございます。マイちゃん、アレリア。今日はですね、残念ながら雨なんですね。そしてちょっと雨の降りが強いので、ちょっと外は難しくて、今日は室内の放送になります。そうですね。九州の方も、今もなんか大雨になってるらしいですが、九州は、大雨が続いています。ユウさん、ルポさん、おはようございます。ハレリア。M さん、おはようございます。ハレリア。今日は金曜日ですね。いよいよ明日で8月が終わりです。明日で8月が終わりです。ですね、イスラエルではですね、イスラエルではもうすぐお正月なんですね。ちょっとお正月がいつかちょっと調べてみます。ちょっとお待ちください。こういうイスラエル、このイスラエルのカレンダーがありますね。これによるとですね、9月1日、ロシア発、10月ですね、ごめんなさい。今年はですね、9月30日ですね。ですからまだ1ヶ月ありますね。年によってイスラエルのお正月が違うんですね。ルーさん、おはようございます。今年はですね、9月の30日ですね。9月の30日ですから、今日は8月30日ですから、1ヶ月後にイスラエルの5780年、わお、すごいですね。5780年のイスラエルが、のお正月があります。今年のお正月はちょっと遅いお正月ですね。ICICI さん、大丈夫ですよ、来てくださいね。日曜礼拝は来てください。場所は分かりますか？はい。はい、ひろみさん、おはようございます。あやぽんさん、おはようございます。ロシュハシャナというのはラッパの祭りということで、お正月にラッパを鳴らします。それはなんと、イエス様の再臨の予言なんですね。あ、そうですか。じゃあ、アイさん、ぜひ来てください。お待ちしてます。明後日来られますか？明後日もしよければどうぞ来てください。シャンさん、おはようございます。アレリア。ロシュハシャナはラッパの祭り。ラッパ、イエス様が再臨するときにラッパーが鳴ります。そのラッパーはイエス様が、来られたということの印と同時に、天使たちがそのラッパーの号令に従って、全世界に、天使たちが全世界に散って、クリスチャンを引き上げますね。クリスチャンを引き上げます。そのクリスチャンといっても、本当にボーンアゲンクリスチャンと言いましょうか。聖霊に満ちているクリスチャン、聖霊に、そうですか。ぜひ愛さん来てください。聖霊に満ちたクリスチャンが引き上げられて集められます。ですからお正月というのはそういう意味があります。ですからこれから1ヶ月は、イスラエルの暦では年末ということになります。年末ですね。シャンさん、ラッパとは角笛のことですか？まさにその通りです。聖書でいうラッパというのは角笛のことですね。角笛のことです。ですから
まさに今終わりの時代というのは人類の歴史で言えば年末なんです。イエス様の再臨の直前、イエス様の再臨の直前、そして今年もこれから1ヶ月、その年末、年末と言えるでしょう。イエス様おっしゃいました、夏が近づいたら、ごめんなさい、イチジクの葉が柔らかくなったら夏が近づいたと知りなさいとあります。イチジクの葉が柔らかくなるということは、イチジクの葉っぱが出るということで、それはですね、イスラエルがよみがえるということです。まさにイチジクというのはイスラエルを表しています。枯れていたイチジクに葉が出て実がなる、それが今のイスラエルを言います。ですからイスラエルが、再建し繁栄しているのを見たら夏が近いということは年末だということです。皆さん、聖書の見方はそういう見方なんです。ですから、もう私たち日本では夏が今過ぎるところですが、この夏が近いというのは、再臨が近いということを表します。タイさん、マタイの24-32、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。つまり枯れていたイチジクがよみがえるということと、それから葉が出てくるというのは、そのイチジクが、このね、イチジクが、この繁栄するということですね。イチジクの実がなるということです。つまりそれは、イスラエルが今繁栄していることを表します。まさにこのイエス様のイチジクの例えが成就している、イエス様のイチジクの例えが今成就している、この21世紀に今イエス様の予言が成就していると言えるでしょう。つまり夏が近いということは、再臨が近いと言えるでしょう。今日はですね、雨で外で出れませんが、代わりにですね、ちょっと私の、一つのプランをお見せしましょう。以前、ラジコンのヘリコプターをお見せしたことがあります。で、今ラジコンのドローンをですね、これおもちゃですがラジコンのドローンを練習しています。で、これはですね、放送に使いたいんですね。使えるかどうか分かりませんが、これで、空中撮影をして神様の作られた世界を、空から見て皆さんに、空中撮影、放送ができるかどうかはちょっと分かりません。でも録画はできるのではないかと思いますが、今はその準備ということで、今日は室内でちょっと練習お見せしましょう。
さい。うまくいきません。すいません、ちょっとですね、いやまだ操作がよく分かんなくて、操作がうまくいきません。ちょっと一回飛んだんですけどね、すいません、もうちょっと練習してから、ね、おかしいですね。最初は飛んだんですけどね、申し訳ありません。じゃあちょっと中止。ごめんなさい。今回は中止を、中止で、またですね。ちょっと充電しときましょうかね。放送中にまたできるかどうか、ちょっとわかりませんが。ごめんなさい、一応ちょっと中止ですね。すいませんでした。一瞬上がったんですけどね。はい、申し訳ありません、これで、正代ですね、空中撮影の録画または放送ができたらと思っています。神様が作った世界、神様が作った世界をなんとか皆さんにお見せしたいと思っています。はい、それではですね、今日のタイトルは愛する喜び、愛する喜び、私たちは家族を愛したり、家族を愛したり、友達を愛したりします。そして、愛する喜びを、知っています。愛する喜びを知っています。しかし、家庭が崩壊し、また人間関係が崩壊し、愛することが難しくなっている社会、世の中は、愛せない社会になってきているのではないでしょうか。そういう意味で、リーボさん、ルイさん、おはようございます。そういう意味で私たちは、自分を愛するようになっている、人を愛するのではなく自分を愛する社会になってきていると思います。私がよく言うように自己中とか自己愛とか言います。人を愛することに関心を持たないで、自分を愛する社会になっているのではないかと思います。しかしイエス様の教えは、隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいという教えです。それは愛することが大事だということです。また愛し合いなさいともおっしゃっています。私たちは、その罪のゆえに人が愛せなくなってきています。そこで私たちは、イエス・キリストを知って、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神をと和解します。神と和解して私たちは生まれ変わります。ボーンアゲンと言います。ボーンアゲンして、私たちは神の子として生まれます。その時私たちは愛せるようになるのです。罪が許されて、罪が許されて初めて私たちは、罪が許されて初めて私たちは人を愛せるようになります。神と和解するとはどういう意味ですか。私たちの中に神様が来てくれる、神様が私たちの心に来てくださる、聖霊様が与えられる。聖霊様が与えられるというのは、聖霊は神の霊です。ですから聖霊が与えられるということは、私たちは神と和解するということですね。それが救いとも言えるでしょう。それが救いです。イエス・キリストを信じる者は神様が来てくださる、それが
救いです。ひろみさん、聖書を読むようになって困ってる人の手助けが当たり前になりました。わお、素晴らしい。シャンさん、イエス様から神の愛で人々を愛しなさいと聖書を通して学んでいます。アメン。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、まあ、これが神の愛と言えるでしょう。私たちは隣人を愛せないものでしたけれども、イエス・キリストを信じて初めて愛せるようになったんです。神はどこにいるのでしょうか。二つ言えます。神の天国にいるというのが一つの答え。二つ目は、私たちの心の中におられる、私たちの心の中に来てくださる、イエス・キリストを信じた時に来てくださる。三つ目はですね、偏在という言葉があります。神は偏在、神はどこにでもいる、神様はどこにでもいるという、その3つの答えがあるでしょう。シャンさん、敵を神の愛で愛せるようになってきました。素晴らしい。シャンさん、それが、神の愛です。敵を愛す、人間にはできない、人間にはできない、それは神の愛でしかできない。人間の愛ではできない。人間の愛で敵を愛することはできませんが、神の愛で初めて、神の愛で初めて、敵を愛せるようになります。クリスチャンにとっての敵とは何ですか。多くの人は人間が敵です。イエス様はその敵を愛せよと言いました。しかし本当の霊的な敵、本当の霊的な敵は悪魔のことです。悪魔はもちろん愛してはいけません。悪魔が敵です。悪魔に対しては立ち向かいなさいと書かれています。悪魔ともちろんコミュニケーションを取ってはいけないし、悪魔と関わってはいけない。悪魔には敵対しなければなりません。しかし人間の敵は、自分のように愛さなければなりません。皆さん、多くの人は生きる喜びがを見失っています。快楽が、生きる喜びになっています。快楽は本当の生きる喜びではありません。シャンさん、人間の愛には限界がありますが、神の愛は永遠だと信じています。ルカの 6-35 の A、 自分の敵を愛しなさい、自分の敵を愛しなさい。生きる喜びは愛する喜びです。生きる喜びは愛する喜びです。私たちは、愛する喜びによって初めて、愛する喜びによって初めて生きる喜びを、感じるのです。もし私たちが、もし皆さんが生きる喜びが得たいならば、生きることが喜びになるには、愛する喜びを、体験すればいいのです。愛することが生きること、愛することが生きること、愛することが喜び、愛することが生きる喜び、皆さんがそうなってほしいと思います。ひろみさん、先月友達が亡くなりました。仏教なのでクリスチャンとしてどう祈りに行けばいいですか。家族に、家族が慰めを受けるように祈ることが大事ですね。本人はもう死んでしまいました。もう神様の御手の中にあります。仏教 では天国に行くことはできません。それは残念なことであり悲しいことです。しかし、家族のために鳥なしの祈りはできるでしょう。家族の
慰めをイエス様に祈るといいと思います。聖子さん、人間を愛することと特定の考え方を愛することはまた別です。イエス様が言っているのは人間を愛しなさいということで、間違った考え方を愛しなさいと言っているわけではありません。当然間違った考え方は愛してはいけないのですね。神の言葉だけを愛しなさいということです。しかし罪人であったとしても人間を愛しなさいということですね。そこを、明確に分けてください。多宗教を認めないというのは間違った考えだからです。しかし多宗教を信じている人間を愛さなきゃいけない。そこをぜひ区別してください。リボンさん、例えば地球はいつか滅びますよね。なのに人々は競争したり争ったりする暇があるのですか。リボンさん、彼らは滅びることを信じてないし知らないのです。彼らは滅びに向かってにもかかわらず、自分を愛しているというか、争って、欲があると争うと書いてありますね。欲によって争うんです。ケンさん、キューちゃん引っ越すことになったのですが、窓から素敵な教会が見えます。輝いて見えました。行った方がいいですか。いえ、教会といってもいろんな教会がありますから、ケンさん、その教会の名前をですねメモして教えてください。教会の名前によってどんな教会が分かりますので、すぐに行かないで名前をメモしてください。シャンさん、この世は敵ばかり、天国に敵はいないと兄弟姉妹の皆さんと信じてイエス様の信仰に力を注ぎます。そうですね、天国に敵はいません。天国に悪魔はいません。太郎さん、宇宙には無数の星がありますが、すべて神が作ったのです。さくらさん、おはようございます。そうですね、ケンさん、確認してください。あ、それではですね、もう一回ちょっとチャレンジをしてみましょう。今度はうまくいくかどうかは分かりませんが、もう一度チャレンジ。
すいません、まだ操作が、十分じゃなくて、原因がちょっとわからないんですが、動かないですね。まあ充電はしてるんですけどね、申し訳ありません、やり方が間違ってるのかもしれない。残念ですけど諦めるしかありません、申し訳ありません。はい、また今度機会があったら、やりますね。まあ仕方ないですね、何か神様の意味があるかもしれません。今してはいけないよとおっしゃってるのかもしれません、申し訳ありません。はい、それではですね、残念ですが明石タイム行きましょう。明石タイム、皆さんですね、新婚の、夫婦を考えてみてください。新婚の夫婦、奥さんはですね、夫のためにまあ、お弁当を作ったり料理を作ったりするのが、楽しみでしょう。愛する人のために食事を作る、愛する人のためにお弁当を作る、それは、その新妻にとっては喜びだと思います。また赤ちゃんが生まれます。赤ちゃんの世話をすることは母親にとっては喜びでしょう。夫にとっては妻のために仕事をするということは喜びでしょう。それは、神の愛ではなく人間の愛かもしれません。人間の愛かもしれませんが、しかし私たちは神の愛で隣人を愛することは喜び、隣人を愛することは喜びというふうに考えましょう。私たちは生きることは何なのか、多くの人は社会のため、祖国のためとか、人々のためにいいことをしたいという人は少しはいらっしゃるかもしれません。しかしそれは一見正しいように見えますが、結局は自己愛に帰着するんです。私たちはイエス様のために生きる、神様のために生きる、それが結局は神の愛に生きるということで、それは、社会のために生きるとか人々のために生きるということではなく、結果的に人々のためになり社会のためにはなりますが、でもそこは大きな違いがあります。ぜひ皆さん、私たちは神の愛で、愛することを喜びとして生きるならば、私たちは生きる喜びを感じます。生きる喜び、それは自分を満足させる生き方ではなく、隣人を満足させる生き方、隣人を喜ばす生き方、それが自分の喜びとなります。イエス様おっしゃいました。自分の、してほしいことを他の人にしなさい、自分が測るように測られる、自分が測るように測られる。私たちは人を愛するということは愛されるということですね。隣人を自分のように愛するということ、私たちが愛されるということです。はい、それでは、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、神の愛で愛することを喜ぶ、喜びが分かった証。神の愛で愛することこそ本当の生きる喜びだということが分かった証。カズさん、いってらっしゃい。自分を喜ばすことが生きる喜びではない、神の愛で愛することが生きる喜びだということが分かった証。スタート。
ジュレノさん、やはり日本人は韓国人を喜ばすべきでしょうか。喜ばすべきです。シャンさん、イエス様のために徳を積みます。アメン。セシさん、私たちはそういうことは言わないですよ。そういうことを言うことは、それは、愛ではないと思いますね。ユウさん、人を喜ばすことは自分も嬉しいと感じます。人を喜ばすことは自分も嬉しいと感じます。太郎さん、イエス様こそ唯一無二の信じられるお方です。アメン。アメン。太郎さん、その通りですよ。日曜日の礼拝はいつも何時からですか？10時半ですね。10時半。ごまちゃん、嫌いな人でも愛したら仲良くなった。嫌いな人でも愛したら仲良くなった。ヤギさん、神基準で行こうと思った。神基準で生きようと思った。太郎さん、今日もイエス様のために行きたいと思った。今日もイエス様のために行きたいと思った。アメン。リボンさん、神の愛を感じました。ヒコさん、その通りです。ダラクさん、おはようございます。モーカさん、イエス様の学びを基礎として信仰しているからこそ人に神の愛で接することができます。イエス様なしでは神の愛を知ることはできませんでした。神の愛を知ったので伝道し、多くの人々が救われてほしいです。アメン。そうです。信じなければ、イエス様を信じなければ神の愛を知ることができません。シャンさん、イエス様の神の愛で世界中の人々を救いたいです。ちょっと規模が大きいかな。いや、そういう気持ちが必要です。タイさん、神は愛であるから、愛がなければ神は分かりません。もちろん喜びも。そうです。そうです。これですね、英語だと愛がなければとなってますが、愛さなければという訳詞もあります。だとすれば、神の愛で人を愛してこそ神が分かる。神の愛で人を愛してこそ神が分かるとも訳せるんですね。ウニさん、病気が治るように今日も祈り愛します。アメン。あ、アキプさん、ありがとうございます。キュウちゃんにおはようございますと言ってもらえたので、今日は一日ハレルヤ。僕にとってイエス様は、いや、ダラクさん、イエス様はイエス様です。どんぐりさん、キリスト教で全ての人が幸せに必ずなれますか？必ずなれます。信じれば必ず幸せになります。イエスキリストを信じれば必ず幸せになります。シャンさん、この物騒がせな世の中には神の愛が絶対に必要だと確信します。この物騒がせな世の中には、神の愛が絶対に必要だと確信しました。アメン。ジュデロンさん、見た目が若々しいのは信仰のせいでしょうか？そうです。信仰のせいです。信仰のせい。喜びのせい。信仰による喜び。信仰による喜びのせいで若々しく誰でもなるんです。誰でも信仰によって喜ぶなら、イエス様を喜ぶなら、誰でも若々しくなれます。ウニさん、ドローンが飛ぶように祈ります。ありがとうございます。それではマリキューしましょう。今日の放送を聞いて
あ、私は生きる喜びを感じない、生きる喜びを感じない、自分を喜ばそう喜ばそうと思えば思うほど喜べない。しかし本当の生きる喜びはイエス様を信じて神の愛で隣人を自分のように愛することだということが分かった。そうか、生きる喜びというのは愛する喜びなんだ。生きる喜びというのは愛する喜びなんだ。直人さん、聞いてください、多くの人は死にたいと思ってます。イエスキリストを信じて神の愛で生きるならば生きたいと思うようになります。神の愛で生きるならば生きたいと思うようになるんです。キュウちゃんは隣人が誰か知ってますか？自分のそばにいる人ですね。自分に関わる人が隣人です。シャンさん、信仰に燃えたぎっています。素晴らしい。信仰に燃えたぎっています。素晴らしいです。イエス様を信じて生きる喜びが欲しい人、アメン。イエス様を信じて生きる喜びが欲しい人、アメンと言ってください。アメン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 。生きる喜びが欲しい。生きる喜びが欲しい。生きる喜びが欲しい。天のお父様、多くの人は生きることが辛く、生きたくない、起きたくない、働きたくない、何もしたくない、多くの人は、枯れています。枯れています。それは、本当の命、本当の愛がないからです。イエスキリストを信じるならば本当の命、本当の愛が注がれて、生きたくないのではなく生きたくなります。愛したくないのではなく愛したくなってきます。どうぞアメンと言った方々がイエスキリストを信じて、愛したくなりますように、生きたくなりますように、喜びたくなりますように、永遠の命によって生きる喜びを感じますように、愛する喜びを感じますように。どうぞあなたの命、あなたの愛で満たしてください。求めるものに与えてください。今リスナーの多くの人が求めています。求めています。あなたの本当の命、あなたの本当の愛を求めています。与えてください、与えてください、与えてください、与えてください。生きる喜びを感じますように、生きる喜びを感じますように。あなたの命で、あなたの愛で生きていることが喜べるようになりますように。生きていることが素晴らしいと感じますように。愛することは素晴らしいと感じますように。敵を愛し隣人を愛することができますように。そこに素晴らしい生きる目的、生きる生きがい、生きることの素晴らしさを感じますように。どうぞリスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、今日ドローンが失敗してすいませんでした。またチャレンジします。今晩夜7時またありますね。今晩夜7時。それでは皆さん、夜7時に会いましょう。シャローム、良い一日を。ありがとうございました。良い一日を。シャローム。シャローム。シャローム。